極道くん万有機は、角川書店から刊行された、中村うさぎのライトノベル、及び、これを原作とする、漫画作品、ラジオドラマ、テレビアニメである。原作のイラストは、霧島たけるが担当。その名の通り自分勝手で極道な性格の冒険者、極道ゆうことカンスキーと、彼を取り巻く個性豊かなキャラクターが繰り広げる、冒険活劇で、空話的要素も見られる。 当初、原作におけるタイトルは、極道くん万有機だったが、テレビアニメ版は、極道くん万有機と解題した上で放送され、原作もアニメ介護の版では同様のタイトルに、改められた。小説版は、角川スニーカー文庫で、全13巻が刊行。その後は、メディアワークスの電撃文庫で、極道くん万有機外伝が刊行されていたが、第10巻。 地獄に落ちた亡者ども上を最後に執筆が止まっており、本編と共に絶版となっていて、続編発表の動きはない。このことについて、作者の中村は、続きが書けなくなったとツイッター上で述べている。主人公の極道は、角川書店のゲーム雑誌、コンプティークで連載されていた、ルーンワース、レビュー記事の特別編として作られた。 別冊付録に掲載された欄外コラムのキャラクターが元になっている。このコラムを執筆したライターが当時イボンヌキムラと名乗っていた中村である。自由度が高いアクティブ RPG ということで正当派のプレイで進む本文と対比してひたすらわがまま放題をやり尽くす極道プレイを行うキャラクターとして極道くんが設定されたものである。担当声優は テレビアニメ版のもの。極道以外の各館の主要登場人物名は多くが著名な俳句を分解して作られている。しかし、元となる句を間違えたことが2度あり、いずれも読者から指摘されて後書きで釈明している。以下の例で誤っている部分はこの書体で記す。原作のイラストを担当した霧島武がコミック電撃内容にて連載。単行本は全3巻。 また、東田博子が、ドラゴンジュニアにて、極道くん万有機ザバッテスとを連載。単行本は、全3巻。いずれも番組前半に、パーソナリティによるトークパートがあり、後半にラジオドラマを放送していた。ラジオドラマの内集には、原作者の中村うさぎも出演する、スペシャルコーナーを設けていた。ラジオドラマを収録した CD とラジオドラマの、 サウンドトラック CD がビクターエンタテインメントから発売。テレビ、東京系列局他で放送。全26話。テレビ、東京系列局では1999年4月2日から同年9月24日まで放送。テレビアニメ版を収録した VHS ビデオ LD、DVD がパイオニア LDC から発売。全7巻。ありがとうございます。